ときに、はい、アッパーの入って振りさせるっていうのは相手も疲れるし、はい、疲れるし精神的に嫌だね。はい、よし、お願いします。今回の金沢市公開練習という形で2人の練習を公開練習として取材させてもらったんですけども、もともと最初にこう練習するなってきっかけっていうのは、まあ、金沢市の方は何がこうスパーリング、はい、野木さんがつなげてくれたの。そうですね、階段トレーニングの具志堅ジムの野木先生が紹介してくれて、でそこからスパーリングをさせていただくようになりました。時期的にはどのぐらいになるんですか。初めてやったのが2年ぐらい前、そんな前じゃないか、多分近江選手終わった後ぐらいなんで、うん、1年半とかそれぐらいですね。最初のお二人も練習して肌を合わせてた時にどんなこと感じたのかっていうのを、はい、まず最初いかがでしたか。やっぱ世界チャンピオンでボクシングので、その時は4階級制覇してて、で野木先生からも藤岡ほど強い女子ボクサーはいないってもうずっと言われてたんですげえビビりながらスパーに初めて来たのを覚えてますね。でその時多分初めてした時、多分野木先生もこのスパーリングに来てくれて、その頃はそうですね、結構めちゃめちゃやられたイメージありますね。そうかな、はい、圧倒されたというか、はい、なんか言われてた通りだった、はい、もう野木先生が言う通りだった感じですね。それまでボクサーとはスパリングしたことほとんどなかったですね。そうね、はい、ここに藤岡選手はいかがでしたか。川選手は全体的にすごいバランスのいい選手だなっていうのを思いました。パンチもあるし、まあでもね、やっぱり土俵がボクシングだったのでスパーリングが、それはね、スタイルは全然K1 とは違う、クラスと違うんで、まあ、逆にそこでやられてたら自分の立場もないし、ね、そのボクシングという部分に特化した話だと思うんですけど、はい、ボクシングという部分で見てその金沢選手の技術的なこと、はい、パンチとかでもいかがでした。もう十分今の女子ボクシング界で通用する選手だなっていうのは、ボクシングに転向してくれないかなと思います。
藤選手を藤岡選手と練習していく中で、はい、まあ、どんなことをこう普段のジムワークに持って帰ったりとか、どんなことをこう学んで、こう日々こう練習を生かしてつなげてるんですか。そうですね、やっぱり自分が一番最初にボクシングの練習をやりたいって思ったきっかけはパンチがすごい苦手だったんで、ディフェンスとかも。それで、スパーリングとかをさせていただくことになって、藤岡さんとやると本当に試合と同じぐらい得るものがあって、でも吸収するものがあるんで、本当に帰って藤岡さんの映像を見て、技術とかもそのまま見よう見まねで真似したりして、結構すげえ盗んでますね。はい。選手も小川選手と練習を続けていく中で、はい、やっぱりこうその最初はこう苦手だったところが上手くなってるなとか、そういったのは感じる部分っていうのはありますか。すごく感じますね。スパーリングするたんびにやっぱ自分なりに課題ができると思うんですね。それを次のスパーリングの時にもう完全にそこもう作ってきているんで、だからもうね、こう来たらこうみたいな、はい、お互いに次やられたらじゃあこれをやろうみたいな感じで、もう本当にできるだけ多くのものを盗もうっていうのもすごく感じますし、実際そうしているのですごいなと思いますね。まあ器用でもあると思うんですけど、やっぱりその努力もすごいしてるなっていうのは感じます。藤岡選手からしてもなんかいいスパーリングパートナー。そうですね、貴重な。ボクシング界も女子もそんなに人数いないの でしかもレベルもやっぱりそれぞれあるので、そういう面で見てもかなちゃんはすごいレベルの高い選手なので、こちら側も助かってます。多分今話聞いてるとかな選手がなんかタイトル取られて、はい、そうか、それに関して中でずっと藤岡さんと一緒に練習されてるような感じだったんですね、時期的に。そうですね、うん、メロニー選手に負けた時の試合前はスパーリングちょうどしてなくて、うん、でそこからまた藤岡さんにお願いして、メロニー戦の前もずっとスパーリングさせていただいて、うん、ちょうど試合の時期が同じぐらいだったんですね。そうですね、自分と1週間前ぐらいに。そう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 、サーサーの時。はい、そうです。はい、なんでもうね、毎週、はい、お互いのジムを行ったり来たりしてスパーリングしてましたね、はい、じゃあちょうどその時期はこの試合も近くてお互いこう切磋琢磨ですけど、余計にこう試合も、そうですね、はい、タイミング的にもすごい良くて、お互いにこう調子も上がっていくような感じでした。よく加納選手に取材するときに、試合前に藤岡選手とスパーリングとか、藤岡選手強いやつはいないだろうと思って試合してるって言うんですけど、そんな感じなんですか、練習とか。いや、本当に自分、藤岡さんとスパーリングする前日とかは結構本当の試合の日の前日と同じものを食べてスパーリングの日を挑んだり、まあ結構試合と同じようにして、まあ気合い入れないとちょっとやばいんで、すごい本当に試合と同じようにルーティーンを作ってスパーリングをやらせていただくんですけど、やっぱ自分が拳を交えた女子選手の中で、やっぱその試合とかスパーリングとかも含めてこれもらったらやばいなって思ったのが藤岡さんだけなんで、やっぱ本当になんていうんですかね、鉄の拳を持ってますね。真似したいですね、はい、いや、まあそういう存在でいれるっていうのはすごい嬉しいですけどね、はい。ちょうど試合の時期が近かったってことで、あれですか、お互いの試合って会場に行かれたりしてますか。自分の試合の時はもうかなちゃんが1週間前だったんで、さすがにちょっと、はい、来れなかったですけど、自分はかなちゃんの試合見に行きました。はい、もう試合終わってたんで、はい、なんか一緒にこう練習もしてた、まあ、仲間がいた形でタイトル取り返してるのか、どうさんいかがで
でした？いやなんか自分の試合より緊張しますよねラウンド中に藤岡さんの声が聞こえてきて、2ラウンドの時に聞こえてきてそう、なんか1ラウンド目は黙ってよと思ったんですよ黙って見守ろうと思ったんですけどできませんでしたそしたら、はい、2ラウンド目にめちゃめちゃ聞こえてきてそっから、なんていうんですかね、本当にその時はすごいジャブをもらってダウンとかも もらって負けてたんで本当にジャブとかを大切にしてたんでその声が聞こえてちょっとすごい冷静になれた部分もありますね。よかった、はい、すごい聞こえましたユーリカン選手の試合の直前にやっぱりその試合があったっていうので、はい、そこからやっぱ刺激を受けたっていうのはあったんですか？そうですね、もうその時は多分5日前とか6日前だったんで夜お風呂で半身浴しながらそのなんか現地のメディアの人たちがなんか YouTube のライブとかで上げてる映像をお風呂で汗流しながら見てました。まあその一緒に練習をされてるってこともそうですし、まあ、ジャンルは違いますけども女子の格闘技っていうところでお互いこうやっていくって中でこう刺激を受ける部分だったりとか影響を受ける部分っていうのはお互いにどんなところありますか？やっぱりボクシングとキックボクシングは違うんですけどやっぱり本当に世界最強なところを目指してるん で実際世界5階級制覇してるので本当に自分はそこを目指したいですね。本当にどの階級でも世界で通用するっていうのが本当に証明されてるんで自分もまあでもキックボクシングでまあその複数階級はもう難しいんですけどまあそれぐらいの勢いでどの階級でも自分も戦えるような世界と戦えるような選手になって本当にもっと世界と戦っていきたいと思います。藤岡さん、いかがですか？まあね、まだかなちゃん若いじゃないですか。自分の半分ぐらいなんですけど、まあ、自分がそのかなちゃんの年齢の時にこんなに一生懸命やってたかなっていうのはいつも振り返るんですけど、まあ、本当にね、今こんなしっかり土台作ってる選手が、まあ、5年10年どんぐらいやるかわかんないですけどこの先どんどん強くなっていくんだろうなって思うとすごいもう女子格のまあもう希望ですよね。なので、まあ、どんどん切り開いていって今回 K1 もね初めて女子のタイトルですけど、まあ、本当に、まあ、そうやってどん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 新しい道を作っていってほしいなっていう期待大ですそのためにもう身を削ってパーカーの相手をしているのでぜひぜひ頑張ってほしいなと思います。もちろんその藤岡選手がやられてることもあとその新しい道を切り開いてきたと思うんですけど、はい、なんかその人がやってないことをどんどんやっていくっていう、はい、ここでのなんか心構えじゃないですか。どんな気持ちでこう藤岡選手と戦ってたんですか？まあ、やっぱりねその業界を盛り上げたいっていうのもありますけどやっぱ誰もやったことないことをするって気持ちいいしかっこいいなっていうのがあるし、まあ、かつその強さを証明しながらどんどん進んでいくっていうスタイルはやっぱり自分の憧れでもあるので、まあ、かなちゃんも同じような感じだと思って同じ志持ってるっていうのを感じるので本当にやれること、自分が今やれること、自分もいつまでやれるかわからないのでやれるうちに本当にどん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 かなちゃんにはいろんなものを吸収してもらって、まあ、受け継いでほしいとまではそんな言えないですけど、まあ、かなちゃんオリジナルの道を作っていってほしいなって思ってます。今回の新生 K-1 で初の女子の試合ですけど、はい、まあ、こういった先輩が身近にいるのは心強いし勇気づけられることも多いです。そうですね、本当に誰もやったことないことを成し遂げているのが本当にこの近い存在の藤岡さんなんで本当に自分も
K-1 で今回女子の試合が初めて組まれて、でここから どういうストーリーになっていくかも、まあ、実際分かんないんで、まあ、それは自分がやったりもやったことないことをやっていくのがこれからの自分なのかなと思うんで、本当にこういう近くに藤岡さんっていう存在がいて、本当にすごく尊敬してますね、人間的にもファイター的にも。すごいありがたいですね。ありがとうございます。試合も間近ですけど、はい、まあ、改めてどんな試合をこの K-FEST ワールドの中で見せたいと思いますか？そうですね、やっぱりトーナメントもあるし、その他のカードも全部タイトルマッチなんで、やっぱ自分の試合を薄れさせちゃいけないんで、しっかり見てる人に印象を与えるためにはやっぱり倒して勝たないといけないなと思うんで、このそうですね、やっぱりパンチで KO したいですよね。はい、その時は藤岡さんとのスパーリングで培ったパンチで、はい、鉄の拳を受けてぜひ披露してください。